ルスラン、アレクサンドロビッチ・カムボロフは、ロシアウラジカフカス出身のプロサッカー選手。ロシア代表。FC クラスのダール所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブの FC アラニアウラジカフカスの下部組織を経て、FC ロコモティフ・モスクワの下部組織に移籍し、2007年にトップチームに昇格。しかし在籍4年で、リーグ戦わずか14試合の出場にまり、 以来ロシア国内のクラブを転々としている。2014年1月から現所属の FC ルビン火山でプレーしている。2015年3月のカザフスタン戦でロシア代表デビュー。FIFA コンフェデレーションズカップ2017を戦うロシア代表のメンバーに選出され、背番号10を背負うこととなったが、大会での出場機会はなく、チームは1勝2敗のグループリーグで敗退した。 以降代表での出場機会はなかったが、2018、FIFA ワールドカップに向けた28人の候補メンバーに選ばれたもの、肩の負傷で離脱することになった。代役に UEFA ユーロ2016をもって代表を引退していたセルゲイ・イグナシェビッチが追加招集された。ありがとうございます。